みんなね漫画家になれっかどうか不安なんだよね。で入ってくるアシスタントって大体20代前半から半ばぐらい。だからもう不安でしょうがないのね。このまま俺はどうなるんだろうかって、まあ、ずっとこの国って脅してますからね。でかいところに属してないとおしまいだみたいな、その恐怖で支配してますからね。それが正しいみたいな、まあそういうの言うわけですよね。でフリーで生きてる人間っていうのはあんなやつ、まあ、キリギリスとあり現象ですよね。あんなやつ いずれ凍え死ぬぞみたいなさ、今いい気になってるけどみたいなさ、そういう空気あって、で実際どうなのかって話ですけど、大丈夫なんですよね。これはなんとかなっちゃうんですよね。それぞれまた漫画でうまくやってる人もいれば、漫画以外の才能みたいなのを見つけて、それを並行にやってる人間とか、まあ、いろんなタイプの人間がいまして、まあ、なんだかんだ言ってやりたいことはやってる。で、食えない部分は何かで補ってると。そんな風にして人生、オリジナルな人生を歩んでるっていうね。なれなかったら、はい、漫画家なんか目指したって意味ないじゃないですかって話なんですね、うん、で何人の人がなれるんですか、はいはいはい、でこれもう漫画家目指す人はみんな毎日苦しんでる問題だよね。俺は伊佐山はじめなれんのかと、うんうん、小田栄一郎なれんのか、うん、何人がなったんだ無理じゃんみたいな戦いをしてると思うし、それを何十年やってダメだった人たちも5万といるわけ、うんうんうん、だけどなぜそれでもやれって言うかっていうと、漫画家ってどういう特訓をしてるかって話なのよ、漫画家になるために、はい、これはもうはっきり言って伝える特訓です。何かを伝える特訓を漫画家はやってんのずっと、うん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 、そんなこんなでニコ生で放送とかしてんの気がついた。だからトークできないから漫画でやってますっていう人たちが多いんだけど、はいはい、やってくうちにトークも良くなったりする人多い、うん、でもちろん漫画ってすごいんだよ。脚本、役者、カメラ割り、台本、全部の仕事を一人でやってるんだよ。だからもしかしたらその中でもうズバ抜けてできることがあるかもしれないわけ。カット割りすげえできたんだっていうのは気がつく可能性があるし、もしかしたら絵は描けないけど脚本すごい良かったとか、詩的なセリフが描けるって詩人になったっていいし、いろんな可能性があって、実を言うと逆にね、絵師からスタートして漫画家になるの大変なんだよ。絵しか描けないから、演出できないから、うん、でも漫画家スタートでだんだん上手くなってて総合力が上がってるから、こっからだと潰し効くんで実は。だからそんなに心配しなくていいぞって話。ああ、まあこれ本気で漫画家を目指すら、中途半端にやるんだったらどの仕事も一緒、うん、だけど命かけてやったら、うん、結構いい感じですよ。何その最後ちょっとざっくり。まあそれでも不安な人っていうのはやっぱりいるだろうけど、夢を追う人っていうのは本気で追ってると勝手に協力者って現れてくるからね、うん、俺は大学卒業するときに、うん、当初の夢を語っててそのまんま続けてたのって数人だった。美大に入って、美大に入った時点で俺漫画家になってデビューして連載始めっからって言って、うん、でそれがデビューして連載始まって俺卒業してんの、うん、その時にそんなの無理だって言ってた人たちがお前頑張れよと言い出すわけよ。だからそういう風にやみくもに頑張ってたら勝手に誰か助けてくれる人ってどんどん現れてくるよ。確かに邪魔するやつはいるよ。だけど邪魔するやつと喧嘩する必要ないの、距離を置けばいいだけ。なんでかっていうと邪魔してくる人はそっちの問題なの、あ彼らの問題で苦しんでるだけなの。だったら後で助けてやればいいじゃん、ちょっと距離を置いて。ここが重要なところ。ここで助けなくてもよくないですか。助けんだよ漫画家ならな。漫画家は助けなきゃいけないんだ。そう漫画家が食っていけない問題ですげえ。後半のこのピックアップ、これとかすごくない。ここ若さと健康も友人も恋人もあらゆるものを犠牲にして1年かけて3巻出して印税70万、すき家でバイトした方がマジだろ、うん、名言。人が書いてるやつなんて大体コミュ障で、うん、額もない社会不適合の塊、うん、年を食えば食うほどその乖離幅は膨らんでいって漫画以外に何もできなくなる、うん、それを編集も分かっているから買い叩いてくる。最後すごいよ、まとめが最高。でっかいビル、うん、いいですね。いいですね。年収1000万いいですね。いいですね。爆破されたら作画資料取りに行かないとな。大手 その出版社を爆破したいっていうことをおっしゃってるって話ですよ。なるほど。これは世知辛いなって言って、でこれでまたいろんな人があだこうだ言ってんだけど、おっくんどう思う？こういう。あ、僕？うん。おっくん関係ないじゃん。俺関係ないですね、うん。でも漫画好きじゃん。漫画好きですね、うん。漫画家が苦しんでるみたいな話じゃん。ワンパンマンが当たったから、うん、ウェブに移行していてっていう。のがあるんで、うん、結局そういう風にデジタルになっていくんだとしたら、うん、編集者っていうのがそこまで必要になってくるのかなっていうのはざっくり思いますね。雑誌掲載の時代じゃないって言ってますけど、うんうんうん、海外視野に入れろと、うん、でも日本語の文体でね、縦書きでってなった時に海外でとかもありますしね、うんうん、まあ、難しい問題だけど、好きだった業界が細っていってるって
ていうことの原因っていうのは自分じゃないから、これで食っていくっていうことを前提にする時代というか、まあ漫画をめっちゃ描きたいっていうんだったら漫画をね描いたらいいと思うし、うんうん、稼ぎたいっていうのが第一にあるんだったら別に漫画家にならなくてもいいかなとは思いますけど、うんうん、金の金ためなら職変えた方がいい、うんうんうん、でもこの業界も同じなので、基本的に資本家と労働者の搾取されないとかそういう問題の話になってんだけど、はいはい、どんなことに関しても搾取されたらいけないと思うんだよね。大事な時間を切り売りしてお金にするんだから、何もしてないやつがいっぱい持ってってるのは許せない。漫画業界では編集者とか会社の人たちのことスーツ野郎って、これ映画でも言ってるよね、よくね、スーツ野郎に騙されるんだみたいな感じで盛り上がるんだけど、まあ俺は長いことやってて思うのが、スーツ野郎はチームメイトだと思わなきゃダメなんだよね絶対。スーツ野郎の地獄っていうのもあって、俺たちスーツじゃない野郎の地獄もあるわけじゃん。だからそこはもうそれぞれなんだよ。であいつらはお受験とかしてっから、もう長いから苦しみが、でこっちはもうだらだら漫画とか書いてたわけじゃん。だからその辺はまあしょうがないなっていうのと、あとアシスタントが集まんない問題ってあるんだけど、これはね結局作家先生の人格的な問題に尽きるなっていう話で、ちゃんとした人間関係作ってればそこは問題ないかなっていう感じは僕はするんだけどね。あのアートの問題じゃねって話なの漫画家って。でアートって なんじゃいって話なんだけど、はいはいはい、魂が商品なんだよね。俺の内面なり俺が美しいと思ってるものを作ってみんなを感動させて、ありがとうありがとうみたいな、そういう関係を作る素敵な商売で、それをやるためにはもう何にもいらないですよっていう風に宣言した人間たちがアーティストになってると。でこれはやっぱラボエームじゃねえのって話なのよ。ラボエーム、ラボエームを見てほしいなと思って、ボヘミアンラプソディ、ムーランルージュ、はいはい、なったやつね。もともとプッチーニのオペラになってるやつなんだけど、要するに貧乏な作家になるためにパリに上京してくるやつの物語。最初の目的が貧乏な作家になるためにパリに来たんだって言うんだよ。だからその目的の中に貧乏が入ってる最初に。だからもう設定として貧乏なんだ。で何のために来るかって言ったらこれっすよ。愛と美と真実と自由をもう求めてパリに来るっていう。だからこれが絶対的な価値なわけ。これがアーティストだろって話なんで、これのために何もかも犠牲にするっていう風にアートにも、ね、全てを命を捨てた人たちの、まあ、やることが漫画なり音楽じゃないの、映画なりとか、まあ、舞台なりとか言って、だ基本的にはお金は儲かるとは思えないっていう風に、でその、世界にいるっていうね。でそれでもやるかって言って、やる価値があるかって言ったらこれはもう最高なんだって。で最高にやる価値があるんだって。それでうまくいく時期と いかない時期がキープしてればうまくいく時期が来るんだよ。で、うん、うまくいった時期は本当最高なんだよ。でうまくいかない時期をどうするかって問題なんだけど、食えないとかそういうのやっぱりこう盛り上がるっていうの、その次は負けないぞっつって盛り上がるっていう、どっちも楽しむっていうの。昔ダン鬼六先生言ってたけど、ダン先生がダン SM の大家だけど、はい、調子のいい時は S になれと、うん、で調子が良くなくなったら M になれと、で痛みを味わえと。で俺だからその痛みを味わうっていうことが楽しめなかったらちょっとこれ大変かなっていう気がするなって思うね。ちなみに今の清志郎さんですよ、デビュー曲は宝くじは買わないですよ、だって僕はお金じゃ買えないものをもらったんだって言ってデビューしてんだよ。あ、そうなんですか。だからお金はいらないっていうところの宣言から始まってるし、まああとはミュージシャンで言ったらね、やっぱ深夜特急だよね。生きていてよかったよ、フラワーカンパニー。これを聞いてもらいたいなと思う、この35歳に。だって音楽もっと狭いからね。漫画もね50年前は相当狭かったと思うんだよ。だけど時はその人たちとかがいろいろジャンプの人たちがみんな頑張って、で、まあ、枠が増えたんだな、 F1 のシートが増えたようなもんなんだよね。だけど今ミュージシャン大変、ほんと枠狭くなっちゃって、そうなると1年間ずっと土砂回りみたいなことになる。そして深夜高速でこのままでいいんだろうか、生きていてよかったって思えるようなそんな夜を探してるっていう名曲あるじゃん。あれをねちょっと聞いてもらいたいなっていう。あと1個はコスパのことを考えたらこんなこと絶対できないんだけど、充電単位で考えたらコスパって意外と別なんだよな。だから今年1年俺ただみたいに働いてるけど、でも10年単位で考えるとあの時期は種まきで投資してたと、うんうん、赤だけどこの時期に回収してるから10年トータルで考えると OK じゃないのっていう、トントンじゃないのみたいなことが起こるなっていう話、うんうん、あとここには3回払ってる感じもあるんだよね。漫画家になって全国の人たちがそれを売ってくれてるっていうのがメジャーシーじゃん、うん、だから全国の駅のキオスクのおばちゃんは俺のためにやってくれてるんだっていうことに金を払ってるから、これくらいしかお金もらえないみたいなこともあるだろうなっていうのはある、ね、昔カナダで売ってたからね、ヤングさんで。カナダの空港で見た。あでこの時に俺が書くとカナダまで来るんだみたいな、これ俺の力じゃないっていう。よくライブハウスに出るのにお金払ったりするんじゃないとか、劇団や君やってたもんね、うんうん、劇団で公演を抑えるために赤字覚悟でやるみたいな感じあんじゃん。あの感じじゃないと漫画家って本当はやれないんじゃないかなって実際のところあるかなと思って。
なんかすっかり抜け落ちてるのが、漫画雑誌一冊の中で、枠が15本ぐらい、うん、向こうも売れなかったら赤字出すから、赤字覚悟でこの枠を君にやるからってことなんだよね。その代わり売れてくれ、そして印税で回収するから原稿料を負担するよと、とりあえず3巻までっていうレースなんだよね、うん、でそこで読者が全く話にならなかったら、それはもう作家が悪いんだわ、だから反省してもう一回やり直せばいい、すごい時間かかるけど、だけど次があるっていう、これの繰り返しでタフなレースをずっと続けることが楽しい人は続けられればいいし、これがもう絶対無理だと思ったらスキヤに行った方がいいんじゃないかなっていう話ですね。そうで、この話のまとめなんだけど、漫画家ってクリエイティブな仕事じゃん、だからなんて人と違うこと考えられなきゃいけないのに、漫画描くんだらジャンプって言ってる時点でもうダメだなって気がするのね。確かにね、だからそのなんかな、うん、そういう頭じゃなくってもっといろんなやり方があるだろうっていうことで、漫画って手法の一つに過ぎないんだよね。それがダメだったら舞台出たっていいし、こうやって喋ったっていいし、小説書いたっていいし、いろんな方法があるから、それで一番いい方法は何かなって考えると、やっぱりついてる道を行った方がいいと。だから、あ、出ました、ついてるゴールデンウィークに高速乗らない理論、うん、そう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 、世の中は同じことをやってる人には厳しいけど、人と違うことをやってる人には結構甘いよっていう話。